な時でもキラキラがにじみ出ちゃうっぽい。これは証拠をちゃんと持ってるんですよ、私。証拠を持ってる、はい、それ誰ですか。え、花輪くん。花輪くん、花輪くんね。ベイビーって聞こえますよ ね花輪くんですね。なんか宮野さんのコーヒーの入れ方がかっこいいっていう、あの噂が回ってきたんですよ。それはあいつからだ、あいつからだろ。どうしました、それあいつに言われたんだろ。自分でやるのやるのね。ここにコーヒーのポットがあるじゃないですか。それをいきますよ。こうやって全く違う、全く違う。ボタンを押すだけですね。こうやってボタンを押すだけのやつを、ボタンを押した上で最近どう、最近どう、最近どうって聞いてる。いや全く違うね、これは。これはすごいね。やってそうなんだ。やってそう。違う違う、そんな、そんな切れは良くなかった。近いことはやってますね。あの例えばね、はい、立った。あ、やってください。すぐ立つ。ありがとうございます。すぐ立つ。あのさ、澤部は最近どうなの。頑張らさせてもらってます、これからもさ、芝居しよう。あれ僕のでした、僕のコーヒーでした。かっこよ。これはもう声優仲間から、声優仲間から、そうです、もうなんか伝わってくる、はい、めちゃくちゃうさんくさかったけどな。でもその時は俺本当になんか自然とやってちゃってて言われたんです、健翔くんに。なるほど、私の夫から聞いたことなんですけどね。でも自然にやってるんですね。でもその時は自然にやってて、それかっこいいですねとか言われて、え、あーみたいな、恥ずかしくなりました。ここまでの放送は錦糸高麗人参の提供でお送りしました。スーパーズいい。